やー今日はめちゃめちゃいい天気やな、ほんまに。ということでね、本日長居来ております。長居公園、長居公園どこ行くんやったらビーフフェス、ビーフフェスということで、お肉のフェスティバルよくわからないけど、ちょっと行ってみよう。着いた着いた、早速入っていこう。そういうことで入ってきました。あのね、入場券とかは一切ないみたい。ほんであそこにね、チケットを買うとこ並んでんだけども、あれいらんねん。あのね、電子マネー、私ペイペイ使えんだけど、ペイペイ使えたらいらんねんって。だからペイペイとかそういう電子マネー持ってへん人はあそこで食券買うみたい。ということでちょっと早速中買いに行こう。ということで、まずはこの暑い最中、これこれこれ、生ビール、ビールいっとこ、ビール。ありがとうございます。ビール、ビール、ビールいただきた。なんか買おう、なんか買おう。やっぱりね、何、ビーフフェスやから肉や。やっぱり肉買うや、肉。肉といえば牛角切りステーキ、これいこう。いや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 、ほんまちょっと暑いな。暑い中でのちょっとビール先いただきます。いただきます。ラーメン、ではお肉いただきます。肉、肉ラーメン、赤身だけやるしね、適度な筋の感じも入っててうまい。ビールうまいな。お次ちょっと重ねてみる、これとこれちょっと2ついってみる、こんな感じでいってみる、重ねたった。いただきます。うん、めちゃくちゃええ歯応え。この分厚さとこの硬さっていうの、なんとも言えない、この赤身独特の硬さ、たまらんま。見る、うん、だね、こういうさ、なんかおテントさんの下で食う肉最高やな。あのバーベキューやってるみたいな、バーベキューじゃないんやけど、うん、うまい。もうないわ。見る、あーうまー、なんか買いに行こう。さてさて、次は何行こう。次は何行こうって言ったら、やっぱりな、ビーフフェスやねんか、肉やんか、やっぱり肉買いに行こう。牛タンお願いします。はい、はい、あ、普通のビール売ってるやん。普通のビールも隣で売ってた。ここで生ビールか、生ビール、ハイネケンか、ハイネケンください。ではいただきます。うん、ご案内いただきます。うまい。うん。どうでもいいだよ。炎天からしてた。熱っ。ということで、ハイネケン、いただきます。あー、うめえ。ではでは、牛タン、牛タン、牛タン。うん。この、何回も言うけど、少々お値段は張るんやけれども、この久しぶりのこういうイベントっていうのかな、
食のイベント久しぶりやもん、こんのもう1年以上来てないはずやで、確か。で、今日来たんやけど、天気、まあ、あの人も多いんやけれども、そんなに何ていうの、会場が広いからそこまでめちゃめちゃ混んでれる感じじゃないけど、やっぱり外で食うのうまいね。この気分が違うわ、やっぱ気分転換で最後言うことで牛タン、うん、うん、うまい。おいで、ビール。あー、うまかった。よで久しぶりのビーフフェス、肉フェスやな。肉フェスとはまた関連があるんかないんか、ちょっとその辺分からへんねんけど、なんせビーフ、お肉のフェスティバルということで大堪能しました。お腹いっぱい大満足ということで、ごちそうさまでした。